静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院工学領域電気電子工学系列の渡辺実先生をご紹介します。研究分野は情報学、計算基盤、計算機システムとしており、現在の研究テーマは光電子デバイスやゲーム回路実装です。静岡大学の電気電子工学科の渡辺です。本日は当研究室で進めていますゲームの研究についてご紹介したいと思います。まずはですね、そのゲームの研究に使用している、2つのですね、ボードゲームをご紹介したいと思います。まずはですね、コネクト6というゲームなんですけれども、皆さんご存知でしょうか。多分ですね、皆さん幼少の頃に5目並べで遊んだことがあると思うんですけれども、コネクト6は6目並べになります。で、このゲームが誕生した背景なんですけれども、5目並べというのは先手が有利であるということが、分かってます。で、それが問題であるということから、6目並べというものがですね、2003年に台湾で開発されました。で、石を6つ並べれば、勝ちになります、このゲームでは。で、先手が最初に1つだけ石を置いて、その後で、後手以降、お互いに2つずつ石を置いていきます。で、最初に6個の、並びを作った方が勝ちということになります。で、5目並べはですね、各プレイヤー、各ターンで1つずつ石を置いたと思いますけれども、コネクト6という6目並べでは、最初の一手を除いてですね、2つずつ置くというところが、異なっている点だと思います。で、ただしこのようなプレイの方法を用いることによって、先手と後手の強さがほぼ同じということが、分かっています。で、それではですね、具体的にじゃあコネクト6のゲームの、例を見ていきたいと思います。で、コネクト6ではまず最初のプレイヤーは1つ石を置きます。で、場所はどこでもいいんですけど、ここの例では真ん中に今置いてある状態です。で、それ以降は各プレイヤー2つずつ石を置いていきます。このようにですね、白のプレイヤーは今ここの位置に置きました。で、そして、次にですね、黒のプレイヤーがこのように、置いていきます。で、2つずつ置いていきます。で、そして、相手の、6目並びをブロックしたりですね、それから自分の6目並びを作るように、このようにですね、2つの石を、交互に置き合っていくということです。で、最終的にですね、ちょっと途中は省略しますけど、このような状態に、なってですね、例えば今のケースで言うと、ここが、ちょうど黒がですね、6目並んでいる状態で、このケースで言うと、黒の、プレイヤーの勝ちということになります。で、基本的なルールは、5目並べに近いんですけれども、このような2人で遊べる、コネクト6というゲームがあるということをご紹介しました。で、我々はですね、今研究対象としてこういったゲームをコネクト6というゲームを使っているということです。で、ついでにですね、もう一つ、ゲームをご紹介したいと思います。で、こちらはですね、ブロッカスデュオというゲームなんですけれども、こちらもですね、歴史がまだ浅くて、2000年にフランスで発売されたゲームになります。ボードゲームになります。で、各プレイヤーですね、こちらで示すような21種類のですね、ピースを持って、お互いにですね、ボードにこのピースを置き合うことで、最終的にたくさんの面積をそのピースで占有できた方がですね、勝ちという、そういった陣取り合戦のゲームになります。で、こちらのですね、ルールは、角と角を接するように置いていくというルールになっています。で、具体的にですね、プレイの様子を見ながらですね、ちょっとルールを説明していきたいと思います。で、こちらがですね、ブロッカスデュオの、ボードになります。で、黒い丸があるんですけれども、最初の、1ピース目は必ずこの黒丸に重なるように置くというルールがあります。ですから、まず紫色の、プレイヤーがまず先手です。で、このように、置いていきます。で、そしてその次、今度黄色のプレイヤーなんですけれども、後手の黄色のプレイヤーも丸に重なるように置いていきます。で、これ以降は、各プレイヤー自分のピースの角に接するように次のピースを置かないといけないというルールで、プレイをしていきます。で例えばですね、こういった形ですね。このケースでは、紫色のその最初に打ったピースの角と次に打ったピースの角が、接続してます。で1箇所以上接続するような形で置いていきます。で次黄色のプレイヤーも今ここの角と角が接するように置かれています。これが基本的な、ブロッカースデュオのルールになります。で自分の、プレイをしているそのピースとピースの、辺と辺が接するように置いてはいけないというルールになっています。で辺と辺が接するというのはこれ例えばこういった例なんですが、これは、相手と今、辺と辺で接しています。でこれがもし自分のピースだったらここの位置にこのピースは置いちゃいけないと、そういったルールになっています。ただし相手のピースとは辺と辺で接しても構いません。ここでは別に問題はこの置き方は問題はありません。でこのようにしてですね、お互いにピースを置きながらですね、陣取り合戦をやっていきます。でこの時点で黄色はもう上に行けないような状態で完全にブロックされた状態にあります。でこういってお互いに相手をですねブロックしながら、陣地をどんどん取っていって、最終的によりたくさんの、面積を例えば紫色が、占めてる面積であれば、そちらが、黄色の占めてる面積よりも広く大きくなれば紫のプレイヤーが勝ちということになると。でこのケースで言うと紫のプレイヤーの方が、よりたくさん置けてますので勝ちということになります。で、こういったこれ2例目なんですけども、2人でプレイできるこういった、ゲームを対象にしてですね、今我々はですね、ゲームの頭脳を作る研究を実は行っています。でゲームを解く頭脳って一体どういった、処理になるのか、どういったものになるのかということをですね、ちょっと簡単に説明したいんですけれども、こちらですね、基本的には、今、人が考えるそのプロセスと全く同じような形でコンピューターも、考えていきます。ですから我々が作る人工頭脳というのは、ほとんど人と同じ考え方で、探索をしていくというか、一番良い手を選んでいくというか、そういった形になります。で具体的に言うとですね、例えば、最初の1手目をこうやって黒のプレイヤーが、打ったとします。で今、これからその我々が設計する頭脳が今白のプレイヤーで、一番ベストな白のプレイを考えたいと。で今ここのケースではコネクト6を例にとってます。で、そうした場合にはたくさんのパターンが置けるパターンがあるんですけれども、その中で最もベストなものを選んでいく必要があります。でそうした時に普通人間が考える時には、例えば自分が今ここに白を置いたら、その先の相手のターンでは、黒はこう置くかもしれないなと。でそれに対してまた白が、応じて、またそれに対して黒はこう応じるかもしれないと。要はどんどん未来のその、盤面の姿を予測しながら、それが、自分にとって有利になるか不利になるかを考えながら、ベストな手を選んでいくということを行っていきます。でコンピューターに実際にそのゲームを解かせる時も全く同じように行っていきます。ですから、こういった手を打った時に、じゃあ相手はどういう応じる手があるかなと。でそれぞれ応じられた時に、その盤面自体が、どれぐらい自分にとって脅威になるか、もしくは有利になるかというようなことをですね、評価をするという作業を行って、実際に自分の最適な手を決めていくということになります。で人間の場合には少し抽象的な、これがいいかな悪いかなっていう評価をすると思うんですけれども、コンピューターで具体的にそのゲームを解かせる時には、この最終的にその自分が打って相手が打って、自分が打って相手が打ってというのをある程度やっていった後の盤面それぞれについてスコアをつける、要は定量的な評価を行うことをしていきます。でそのスコアを使ってですね、最も自分にとってベストな手を、よりスコアの高い手を、選ぶというようなアクションを取ることで、頭脳を実現していくということになります。で基本的にはですね、何手先も読めれば読めるほど、強い頭脳が、出来上がってきます。だけれども、何手も先で読もうと思えば当然ですね、そのスコアをつける、要は評価を行う盤面の数がですね、非常に数が多くなります。ですから、非常にシンプルな、法則なんですけれども、強い頭脳を作りたければ、何手先も読めるようにより深く潜れるように、した方がいいと。だけれどもそれを、実現するためには結局言えることは強い頭脳を作りたければ高速な処理が必要になるということになります。高速な処理ができればたくさんの盤面の評価が可能になります。ですからよってより深く潜れると、要は深くなってよりたくさんの盤面が出ても評価できるので高速であればより強くできると、より強い頭脳を実現できるということになります。これがですね一応その、ゲームの頭脳の、考え方ということになります。でそのゲームの頭脳を、作る場合にですね、大体従来というのは、我々がよく行うのは、通常はそのゲームの実装は何に対して行いますかといえば多分パソコンでとかワークステーションでという回答が多いと思います。でこれまでの研究では主にそういった形で行われてきたんですけれども、我々がですね今行っている研究というのはこういったそのゲームの頭脳をパソコンに実装するのではなくて回路として実装するという研究を行っています。で回路として、ソフトウェアではなくて、パソコン上のソフトウェアではなくて回路として実装することによって実はですね劇的な処理の高速化というのが可能になってくるんです。でどうして高速化できるかという説明になりますけれども、まずはですね、よく行われてきたコンピューターによるですねソフトウェア実装、もしくはゲーム実装についてちょっとこちらに書きましたけれども、何が問題になるかといえばですね、プロセッサー上でソフトウェアを動かす場合には、既存のプロセッサーの構造は固定になってます。でこの既存のプロセッサーが固定と言っている意味はさっき回路という話をしましたけれども、プロセッサーを構成する回路が、固定されている状態です。でそしてその回路が、実行可能な決まった命令群でソフトウェア処理というのは行われていきます。例えばその処理というのは命令群というのは例えば足し算だったりとか引き算だったり掛け算だったりだけれども、例えば、ここの例に出てこないような特殊な演算というのはプロセッサーで行うことはできないと、できないというか命令を組み合わせればできるんですけれども単一命令ではできないと。いずれにしてもですね非常にそのプロセッサーができる命令の範囲内でソフトウェア処理というのは実行されていて非常に制約が多かったと言えると思います。でそれに対してですね回路実装にすると何のメリットがあるかといえばですねプロセッサーの概念を持たない実装が可能になります。で制約がない自由な実装が可能になるとですねどういったことが可能になるかといえば例えば、莫大な数の盤面評価を先ほど言ったように行わなきゃいけなくなった時に例えば 1,000 個とか1万個の足し算をどうしても行わなきゃいけないと同時に行わなきゃいけないというようなことが生じたりします。でだけれども、プロセッサーであれば足し算は1つ例えば1つしか実行できないというようなことが多いですけれども各ALU 内で1個の演算しか行いません。だけれども、自由なハードウェア空間があって回路空間がハードウェアがあってですねでその中に、回路を実装するケースでは例えば 1,000 個の足し算機を実装するといったことも、可能になってくるんです。で例えばですね足し算を行ってその結果を掛け算したりとか掛け算を行ってからその足し算を行いたいとでそれを同時に行いたいとかですねそういった、計算も実装することができます。特殊な言葉になるかもしれないですけれども、巨大なパイプラインを処理をですね作るなんていう特殊な、演算機を作るということも可能になります。で特にこのパイプライン処理なんかは劇的にですね処理を高速化する作用があったりします。でこういったですね自由空間でプロセッサー自体は回路でできています。だけれどもそのプロセッサーの概念をプロセッサーを作っているその回路を細かく砕いて、必要な機能だけを必要な分だけ、実装するとそういうような最適化実装を行った回路を使って行った場合にはですね実はですね最先端のコンピューターの 1,000 倍以上もの処理速度で、例えばゲームを解くとかですねそういったことは可能になるということが分かっています。我々の設計例でも、そういった値が出てます。それでそういったものを我々の方では研究室では開発してるんですけれども高速に処理ができるゲームを解く頭脳、そういったものを開発してるんですけれども、近年ではですね、国際的にその頭脳の強さを競い合うコンペティションが開かれています。で、我々はですね、そちらに、今参加をしているということになります。もちろん論文発表もするんですけれども、そういった、デザインコンペティションに参加して、我々のそのハードウェア実装技術を競い合っていると、世界の研究者とっていうところです。で、そしてこれがですね、我々の研究チームの成績なんですけれども、2010年の12月以降ですね、我々はですね、国際会議、ICFPT の国際会議と、それから HART という国際会議で開かれているデザインコンペティションに参加をしています。で、ゲームのテーマはですね、各年度によって変わっていくんですけれども、その年々で、最適な回路実装したゲームの頭脳を開発をして、チャレンジを続けているというところです。で、2010年の12月に、ICFPT で開かれた、国際会議では、ゲームのテーマはリバーシ、これは日本的に言えばオセロになります。で、そちらで、まず世界第2位を取って以降ですね、で2011年12月の同じく ICFPT 国際会議では、テーマがですね、オセロからコネクト6に変わってるんですけども、そちらのテーマで世界一を獲得しています。で、それ以降ですね、2012年の6月、2012年の12月とですね、コネクト6のコンテストは3回続くんですけれども、それで全て我々は世界一を獲得しているということです。ですから、ソフトウェア処理をですね、ハードウェアとして実装して、回路として実装して高速化するという、研究において世界的に非常に静岡大学が強いということは、ここから分かってもらえると思います。で、さらに続けるとですね、2013年の12月以降は、ゲームのテーマがですね、ブロッカスデュオという先ほど説明したゲームに変わってます。で、それの初回からですね、ずっと世界一を取り続けてます。で、2013年の12月にまず、世界一を取って、でこれはですね、この時は HDL クラスと総合の2つで1位を取ってます。で、そして2014年ではですね、無制限クラスと制限クラスの2つにおいてですね、世界一を取っています。で、この制限クラスというのは、小さなデバイスを使ったクラスでの、コンテスト、それから無制限クラスはもう、大きなデバイスを使って戦うコンテストになります。で、その双方で、最適な実装を行って世界一を獲得しているというところです。で、そして2014年度はですね、同じく ICFPT にチャレンジをして、この時は2チーム参加させたんですけれども、この時はちょっと残念ながら、スペインのチームに敗れてしまって、世界2位と世界3位に、ちょっと甘んじることになってしまったんですけれども、2015年の6月には、またですね、世界一に返り咲いてます。で、そして2015年の12月からは、テーマがまた今度はニュージーランドのゲームのトラックスというものに変わってるんですけども、そちらでも世界一を取っているということになります。で、これ前ですね、2010年以降、たくさんのコンテストに参加してきてるんですけれども、ほとんど1位を取り続けているということになります。で、戦績をちょっとまとめたものはこちらなんですけれども、クラス別を含めてですね、世界一を9度我々の研究チームは取ってます。で、世界2位が2度、それから世界3位が1度で、それから、スライドでは特に説明しなかったんですけれども、国内大会も開かれてまして、そちらでも、全大会優勝してます。ということで、今実は静岡大学はですね、ゲームのソフトウェアアルゴリズムのハードウェア実装の研究において、実は世界トップを走っていると言えると思います。で、我々に準ずる成績を持っているのが、スペインの2つの大学なんですけれども、それぞれの大学でそれぞれが1回だけ世界一を取っています。で、我々みたいにですね、その9度近く世界一を取っているチームは世界中にどこもなくてですね、圧勝していると言えると思います。で、最後になるんですけれども、このようにですね、静岡大学は非常にですね、そのゲームの研究、それからゲームを回路として実装する研究において世界トップを走ってます。で、ゲームの好きな人、回路の好きな人、ぜひ静岡大学の渡辺研究室に遊びに来てください。最先端の研究をご紹介したいと思っています。それではご清聴ありがとうございました。